ます。でもう一個最近流行ってるのがあって、But sometimes consistency is not a bad thing, is it? まあつまりコンシス、まあいろんなやり方があるのはいいんだけど、まあ時にその共通のやり方があってもそれは悪いことではないよねっていう。でこれまた BSCIMABTA って読みにくいんで、あのバイカーボネイトっていう、これは炭酸塩なんとか、全然これバスペルから言われて全然違うんですけど、ティムトーリーバイカーボネイトっていう、のが最近流行ってて、まあこれよく使われるコンテキストはムースかマウスとかみたいに、まあ、オブジェクトのパールの5のオボロとかいろんな言い方があるんだけど、まあ、ムースみたいなことで、共通のやり方をすればもうそれは、まあ、いちいちオブジェクトシステムを違うやり方をするよりもそっちの方がいいよねっていうコンテキストで使われることが多いんですけど、まあ、これ僕 PHJ の話に当てはめるって考えると、 PHJ っていうのは一つのやり方なんですよ。だからこれは一つのユニファイルのインターフェース、統一インターフェースで Web アプリとフレームワークとサーバーが一つの決まったやり方で、あの今まで PHJ 以前っていうのはこういうふうにいろんなフレームワークが上にあって下に Web サーバーがあって、で間に CJDM があったりなかったりで、もうこう無理モッドファールの API 生で使う人がいたりとか、なんかこうごちゃごちゃしてたのが、あの PHJ を挟むことによって上にある Web フレームワーク、まあ、いっぱいもっとありますけど、で下にあるウェブサーバー、いろんなサーバーとどの組み合わせでも全部 PHJ に対応してるから組み合わせが走らせることができる。つまり今こういうふうに一個コンシステントなインターフェースを作ることによって、さらにたくさんのウェブフレームワークだったりサーバーがどんどんもっと出てくると、これはまたティム・トーリーで There's more than one way to do it をな上にさらに、コンシステントな PHJ を持つことができる。今までこうカオスな組み合わせだったサーバーとフレームワークを一個ユニファイルのインターフェースを持つことによって、さらにもっといろんなやり方ができるようになったということで、そういう面白い例なんじゃないかなというふうに思ってます。で、次。ごめんは、まあ、これユニックスの有名な Keep it simple and stupid kiss っていうやつなんですけど、まあ、PHJ の仕様ってすごいバカみたいなあの仕様で、パールのネイティブなデータストラクチャーであるコードリファレンスとハッシュリファレンスとパレリファレンスしか使ってないんですね。で始めた当初の最初の何日かにこういうものなんですけど、なんで演武はハッシュリファレンスなんだと、あのそうじゃなくて API にしてなんかメソッド生やした方がきれいじゃないかっていうように、まあ、言ってくる人がまあいて、でここはそこがいっぱい一番なんていうかな、分かってないところで、やっぱりそこシンプルなデータストラクチャーにすることによって、 OO の API にしちゃうと、その既存のインターフェースに合わせるためのメソッドコールをまた読み替えなきゃいけなくて、結局誰も嬉しくないということになってしまうわけなんですね。またこの話は後で出てくるんですけど、で7番目、だからパールっていうのは、たまにブルーランゲージって言われます。だからインターネットのブルー言語みたいなことを言われるんですけど、だから PHJ っていうのは、まあ、パールのフレームワークとサーバーのブルーインターフェースなんですけど、ブルーってのはノリってことです。まあ、つまりなんでノリみたいなものを作る方がいいのかっていうと、ウェブフレームワークっていうのは、まあ、いろんなものがありますね。シンプルな軽量系のものからフルスタックなものからカタリスみたいな、まあ、コンフィグでいろんなことができるものとか、いろんなフレームワークがあって、その人たちみんながアグリーしてこれがいいねっていうような API を作るっていうのはすごく大変なんですよ。でみんな違うんですね。みんな違うふうに考えるから、ある人は軽いモジュールの依存が全くなくて軽いのが好きだし、ある人はフルスタックでスケーラブルのものが好きだし、その習慣もいるし、みんな違うように考えるから。なんだけど HTTP エンジンっていうのはエンジンの中にリクエストレスポンスの API セットがあって、これは新しくモジュールをフレームワークを作る人のものっていうのはすごく便利なものなんですけど、既存の人たちがこの新しい API と自分のフレームワークの既存の API を合わせるためにアダプターかなきゃいけなくて、これが結構めんどくさいっていうことがあったりします。なのでそこが HTTP エンジンとプラグのやり方、 PHA のやり方の違った点かなと。だからもう一つPHI ってすごいバカみたいに簡単なインターフェースなんですけど、これは
これは本当に綺麗なんじゃない。ハッシュレファレンスを生で一度とか、レイレファレンスを生で返すとかっていうのは全然美しくないんですけど、それを一つのインターフェースにして、サーバーを書く人、フレームワークを書く人が、ちょっとしたグルーコードを、3行、4行のグルーコードを書いて、やる方がみんなが幸せになるんじゃないかっていうことです。8番で最後なんですけど、コンピュータサイエンスで難しいことっていうのは2つあって、キャッシュのインバリテーションと名前を付けることってことなんですね。で、これは僕、なので、フラッグでは、今までのチーパンのとかのやり方とちょっと違う名前の付け方をしていることが結構あります。チーパンのよくあるというか、大きなフレームワークとかになると、名前来るから長いという。コロンの数多すぎるだろうっていうことなんですね。で、そういうふうになると、何が問題かというと、タイプするのがまずめんどくさい。まあ、オートコンプリートを使えよっていうのがありますけどね。まあ、それは置いといて。タイプするのがめんどくさいってことは、話すときもめんどくさいです。口頭で話すときも、IRC で話すときもめんどくさい。そうすると、どういうことが起こるかって、みんな書くのめんどくさいから、省略して書くようになる。IRC とか。MUSEX メタアトリビュートロールメタロールっていうモジュールはみんな MX、MIR、MMR って書くようになるんですよ。読めないし、外から新しく来た人は何のことか分かんないっていう。だから、これは解決するために、まあ、Ruby のやり方をパクって、Ruby の人たちってちょっとなんかソフトウェアの名前を付け方がおかしくて、全部トップレベルのメンスタンスなんですね、基本的に。で、例えば YAML のパーサーの名前がサイキって名前だったりとか、まあ、これはシップから来てるんですけど、まあ結構面白いなと思って、なのでできるだけサーバーとかフレームワークみたいなユーティリティを作るときはできるだけコロンコロンがいっぱいあるような名前じゃなくてトップレベルでいいんじゃないのって思って、例えばスターマンとか、まあ、普通に作るとしたらネットコロンコロンサーバーコロンコロン ACP コロンコロンフリーフォークコロンコロン PCI とかあると、まあ、長いしもう書くのめんどくさいし、ってことですとかですね、まあ、ステリーとか、スターレットとかまあ、いっぱいありますけど、だからこういう名前を付けるのって結構大変な仕事ではあります。だけどそういうふうに名前を付けることによってなんか愛着も湧くし、なんか使って話し口頭で話すとき、IRC で話すとき、Twitter で話すときにすごくなんかそのものを使ってるっていう、実際にもっとリアルなんか違うものを使ってるっていうイメージがつけやすい。名前を付けるのすごい重要かなと思ってます。で、ということが、まあ、まあ、すごい適当に8個並べていましたけど、ただ仮用でなくても、ガンガン Ruby とか Python から、いいものはどんどん盗んで、盗むと。で、まあ、遅く来た分、いろんなものの方が参考にできるし、で、まあ、うだうだ言ったように、どんどんコードを書いて、で、できるだけシンプルなものを作って、みんなでそれをグルーでつなげていくっていう形、それで、ね、名前付けは重要だねっていう。ということです。で、まあ、あんま時間は余ってるかもしれないですけど、まあ、8個言いましたけど、まあ、それプラスやっぱりもっとうまくいくために重要だったと思ってるのがその、まあ、人ですね。フラッグの開発に参加した、まあ、日本の人もかなりいっぱい参加したし、他の国からもいろいろ参加してますけど、そういう人たちと交流して、これはサンフランシスコパールノンガーズで僕がプレゼンした時のものですけどもとか、これはロンドンに去年の12月に行ってパールワークショップで話してきて、これもロンドンのレゴン、あとは東京で秀樹さん家でハッカソンした時の写真ですけど、とか、まあ、これは去年のヤクシーで、ユーバルとかといろいろ話したりとか、これはビエナかな、まあ、実際にはビエナに行ったのは QA の仕事で C パンマイナスの仕事で呼ばれて行ったんですけどもとか、この真ん中に奥に言うのがアンドレスっていう C ポーズポーズっていう C パンのアップロードサーバーやってる人、すごくいい人ですね。これは何だろう、台湾のカフェでカンファレンスの前日にみんなでスライド書いてるそうですね。ミンタイフォンで料理作って軽音みたいなけどこれは
言ってたかな。僕あのファルカジュアルかなんか、ファルカジュアル2回目3回目かなんかで飲みに来たりとか、これはポートランドのヤプシーノースアメリカで行って、ヤプシーノースアメリカが面白かったのは、なんか初めて来た人が、まあ今回も皆さんの中にいるかもしれないですけど、なかなか話す既存の人たちはこう知り合いだけで固まっちゃって、なかなか話せないじゃないですか。でそういう人たちのための食ランチブレイクみたいなのが2日目か3日目にあって、要は何回も来てるスピーカーの人と、あと初めての人だけ、だから50人ぐらいかな。でこうやって立って一食でこう話していけるみたいな、面白かったなと思います。これもオルゴン、これもじゃねえ、コロナさん、おはようでね。これインディー今回これなかったですけど、オースコンで一緒に乗っとこうと思ったりとか、ワラリーオール、オースコンで、これはこれもオースコンでですね。この右にいるのはティンバースっていう AYT プロフとか DDI の作者、すごくいい人です。左にいるのはおととし来たあのシュワン、マイケル・シュワン、エクステリティーズ・メイク・メーカーとかテストモアとか、これ昨日おとといだね、ライブドアの人が集まって撮ったりとかして、もうこの1年でロンドン、ピッツバーグ、オーランドとか山とか行って、まあ、ゲストで呼ばれた今回みたいに時もあるし、自分で行ったりとか会社で出してもらったりとかいろいろありますけど、そういうサポートがあって、いろんな人とチャットしてプレゼンしてビール飲んで赤さんでコード書いて、いろんなとこでやってきて、まあみんなに、まあ、宮川って僕やってることすごい素晴らしいよって言ってもらっているんですけども、やっぱりみんなそういう人たちの助けがあって、これだなと思ってますので、で、まあ、皆さんここに今日来ているのは、まあ、なんで来ているかって言うと、まあ、みんな違う場所から来て、違う仕事して、違うことを喋ったりとか、まあ、海外から来ているでしょう。まあ、そうなんですけど、やっぱりみんなファールが好きで、ファールを使って楽しんでやってるっていうのが一つあるかなと。まあ、さっきの PACJ の話に似てるのが、みんな違う考え方と思ってても、その一つのパールっていうルーランゲージなんですけど、そういう人が集まる場所がこうやって毎年あって、こういう、まあ、5年前に僕が始めた5年前に着た T シャツ着てますけど、こういうふうに毎年毎年どんどん大きくなっているっていうのはすごい、嬉しいなと思ってます。あの開催者の人はすごく大変だと思っていて、まあ、毎年終わるたびにもう来年はやらねえって思ってる僕の経験だったら、まあ今年2年目なんでそろそろバーンアウトするんじゃないかと思ってるんで、まあ そうだとしたら、まあ、ジェシーが言ったみたいに、そういう、 こうサステナブルに開催できるような仕組みをみんなで提案してやっていってほしいなと思ってます。なのでまた来年もここかどこでもいいんですけど、来てお話したり、会ってハッカソンしたり話したりできたらいいなと思ってます。ありがとうございました。